いや、今シリーズベストオブザスーパージュニア、まあ俺はリーグ戦には出てないけど、こうして全国各地いろいろなところを回ってね、スーパージュニア出場してる選手にいい刺激をもらいましたよ。内藤さん、ね、内藤さん、あなたの言う通りちゃんと勝ち越しましたよ。今3勝2敗ですよ。お、勝ち越した。これ決勝行っちゃうな。調子いいぜ。あとは、あとは翔、翔、そして串田、この2人と合わせたら、まあ俺の決勝は間違いないでしょう。どうですか、言いましたよね、うん、2勝2敗で調子に乗らないでくれと、うん、俺に言いましたよね。言ったよ。ちゃんと あなたの言う通りに勝ち越しましたよ。3勝2敗でしょ。3勝、まあ確かに3勝2敗でしょ。確かに、うん、ちょっとまだ早いかな、まあ大きなこと言えるあれではないわ。確かに、まあここまで5戦消化して5勝0敗だったらね、それはいやいやヒロム様、今日も素晴らしい試合でしたよって言うかもしれないけど、3勝2敗ですか。はいはいはい、1個しか勝ち越してないんでしょ。まあ言ってることは分かりますよ、うん、言ってることは分かりますけど、けどあなたの言う通り、うん、勝ち越しましたから。いや、まあ、まあ勝ち越したけどね、まあ、残り2試合だから。悪いけど俺は決勝に進みますよ。あ、そう、うん、4日後楽園ホールの名物。もう内藤さん、うん、今シリーズ、うん、あなたと組むことはもうないです、うん、申し訳ない。いや嬉しいよ疲れちゃうからさ、まあ、あとはまあ武士さんどうなのかなと。俺は決勝で会えるのを楽しみにしてますよ。あ、俺じゃなくてね、武士とね。ああ、それ、いや俺もうほら今日で終わりだから、あと高崎、うん、そして後楽園ホール、うん、2日間は、うん、俺は新日本プロレスワールドでコーラ片手にポップコーン食べながら見とくから。いや会場には行きたいんだよ、会場に行って生で見たいんだけどもさ、俺オクパートだから。大丈夫ですよ、大丈夫です。俺の決勝戦を最高のおつまみとして楽しんでください。それだけですよ。まあ優勝決定戦の日、俺も後楽園ホール試合あるんだけどね。まあもう今シリーズ残り高崎、そして日曜日の後楽園ホール、さっきも言ったけど俺は新日本プロレスワールドで観戦しますから、まあ、最終戦、彼の言うように優勝決定戦、高橋宏武対武士が実現することを俺は楽しみに待ってますよ。じゃあ皆様、次は6月4日ベストオブザスーパージュニア優勝決定戦でお会いしましょう。アディオス。